どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。おい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 モノモースモノモース、今日は YouTube 界切ってのモノモース YouTuber 刑事チャンネルが誰もモノモースない聖域にモノモース、サンクチュアリサンクチュアリサンクチュアリだ。その相手はお前だお前だお前だ、PS4 のコントローラー、これお前じゃん。お前モノモースこといっぱいある、いっぱいありすぎる、いっぱいありすぎる、何何これが最適ですみたいな顔してんだ、これで最適だよみたいな空気でこのまま行こうとしてんじゃねえ、このまま行こうとしてんじゃねえよ、してんじゃねえよ。2億8000万個ぐらいまだ物申したいことあるからな、この PS4 のコントローラーには。今日は2個か3個ぐらいしか言わないぞ、言わないぞ。まずな、こう R2 ボタン、お前これゲームやってて休憩して、これ休憩するときコントローラー皆さん、はい、どうしますか、置きますよね、置くよね、そーっと置いてごらん、置いたら R2 ボタン押さ刺さるよね、攻撃しちゃうよね。これブラッドボーンやりながら人形ちゃんをパワーチャージで何回攻撃したことか、休憩の間に押さ刺っちゃうんだよこれ。なんでこんなに長いんだよこれ、こうビローンって長いんじゃん、置かせて、他にもあるぞ物申したいこと。ボタン多いんじゃよ、ボタンが何、年々ゲームが進化するほどボタン増やしてんだよ。100年後にはこれか、最適はこれがいいのか、できないからそんなにゲーム、これボタンを増やした結果何が起きた、冷静に考えてみて。モンハン持ち、カニかな、カニさんカニさんみたいになっちゃってるから、持ってる手がそう、こんな人間がゲームするときはこの指だけでいいから、この指だけで、これ全部使わせないで、人間の脳みそはこれ5本の指をそれぞれ全部バラバラに動かすようにできてないから、だからボタン余計なもん、これタッチパッド、お前なんだお前、これタッチパッド、お前いらないんだよお前、どけで、なんかわかんないけど、もうなんかこの3本は同時に使う感じでこう握るみたいなボタン作ったらいいじゃないの。でこの多いから、これすごいボタン多いから、え、あとこれいるゲームやってる最中一切見えない、いるこれ、いや電源入ってるかどうかの確認にはなるけれども、他でなんか代用できるでしょうか、これどだこれバカ野郎、この野郎どうなってんだこの野郎、これ握り心地は最高にいいよ、握り心地は、そこはもう本当にこのね PS4 のコントローラー超いい、このグリップは最高。そこでファミコンのコントローラーを見てみよう、はいドン。洗練されてることはごくシンプルだ、以上。